はい、こんにちは、ポロです。今日も聞いていただきありがとうございます。今日はですね、カスタマーリサーチで見つけるものという話をしていきます。まあ、リサーチをする際に、当然ですね、お客さんの分析をすることもあると思うんですけども、通常ですね、カスタマーリサーチをするときに見るポイントっていうのは、例えばどういう願望を持っているのかとか、どういうことにこう痛みを抱えているのか、ね、どういう不安を持っててとかね、どういう問題を解決したいと思っているのかみたいなことを一般的にこうリサーチするわけですけど、もちろんね、それがすごく、一番重要であることは間違いないんですが、他にもね、チェックしておいた方がいいことって結構あるんですよね。それが何かっていうと、その見込み客が抱えている信念なんですよ。これが分かるとすごく、なんていうんですかね、言葉悪いですけど、相手をコントロールしやすくなるというか、上手にこう、なんていうんですか、話を進めることができるというか、人間ってやっぱ人それぞれ違う信念を持ってるんですよね。でその信念に基づいて自分の行動を決定してるので、その信念をいかにこう、変えるというか、信念に沿って話を進めていってあげた方が、より相手に対してですね、こう理解共感してもらえるんですよね。例えば、なんていうんですかね、こう情報販売なんて詐欺だみたいな風な信念を持ってる人に、情報販売いいですよって言っても、もう信用してもらえないじゃないですか、そういう信念を持ってるんだから。だからそういう場合は、なんかね、こうその人が信じてることとか、そういうものをですね、あとリサーチするわけですよ。どういうことを信じてるんだろうみたいな感じで。でそういうのを、その自分の意見からじゃなくて、第三者ね、例えばデータを持ってきて、こういうデータがありますとかっていうので、ちょっとずつこう、なんか遠回しにね、信念をこう変えていくわけですよね。真っ向からあなたの考えは間違ってますよって言ったら、やっぱり反発されてしまって、よりこう一層話を聞いてもらえなくなるから、相手の信念をですね、こう少しずつこう、遠回しに変えていくとか、でその信念を持っている人がどういう人を尊敬しているのかとかね、そういうことを見ると、じゃあこの〇〇さんがこういうふうに言ってましたよって言ったら、それだけで信念が変わったりするし、でこの信念をこう変えることができたら、一気にファン化が進むわけですよね。今まで自分が信じてたものが、実はそれ間違ってたんだって思うと、そこにね、すごく大きな気づきが出てくるわけですよ。そうすると、そこでその人のパラダイムシフトが起こって、自分のファンになってくれたりとかっていう風になるわけですよね。もちろん商品を買ってもらうためにも、信念を調べるってのは大事なんですけど、ファン化とか、信頼構築とかね、そういうところでもやっぱり信念を知っておくっていうのは大事なんですよ。だからこう、僕なんかは結構、なんていうんですかね、自分でお金を稼ぐ力を身につけるのが大切ですよって言ってるんですけど、やっぱりそれはあくまでも僕の信念であって、そうだと思ってない人もいっぱいいるんですよね。で別に全ての人に共感してもらう必要はないんですけど、やっぱりその自分の話を聞いてもらいたいんであれば、その相手の信念を理解した上で話を進めていかないと、最初からね、こう聞く耳持ちませんっていう、こうシャットアウトされてしまうと、もう何も進まないわけですね。だからいきなりこう相手の信念を否定するところから入るんじゃなくて、ある程度やっぱりその価値観を、理解共感してあげるっていうところからまず入るっていうのがすごくいいかなと思います。やっぱりね、その商品を売る上においても、その人がどういう信念を持っているのかっていうのをリサーチするのはすごく大切なんですよね。やっぱりそういう、例えばね、情報販売なんか詐欺だみたいな持ってる人に、情報商品、コンテンツを販売してもやっぱ売れないじゃないですか。じゃあその人は何を信じてんだろうみたいな感じで調べて、でその人が信じてるもの、例えば何かこう好んで読んでるような雑誌とかがあったら、その雑誌で例えば仮にそういうね、情報販売じゃないけども、なんかこう知識を得ることによって人生変わりましたみたいなエピソードがあったとすると、こういうことがありましたっていうふうに言ったら、その人が信じてるもの
普段まあ愛読してるような本にそういうものが書いてあるわけだから、あ、そうなのかなみたいなふうに思うわけですよね。だから自分みたいな、こう自分みたいなというか、こう全く価値観の違う人間が何を言ってもやっぱりね聞いてもらえないけども、その人が信用してるものとか信頼してるものから言ってもらうだけで、こう全然価値観がガラッと変わったりするわけですよね。なのでこの信念をリサーチするっていうのはすごく大事なんですよ。やっぱりですね、こう商品を売る上においてもまずは話を聞いてもらうっていうのが大切になってくるんで、話を聞いてもらうためには、まあ、まずは相手を理解するところから始める。あなたは間違ってますよっていきなり言われたらもう、ね、相手もムカッとして、じゃあもう話聞きませんっていうふうになっちゃうので、まあ、僕も本当によくやってしまう間違いとか失敗なんですけど、いきなりそういうふうにね、もう相手の大切にしている信念みたいなものを否定してしまう。やっぱそういう人ってこう仲良くなれないじゃないですか。自分がこう大切に思ってるような信念をいきなりね、違うんだそれはって言われたら、やっぱりそういう人と仲良くできないと思うんですよ。だからまあそこをですね、こう、なんていうんですかね、 まずは許容してあげる。自分がその価値観を受け入れる必要はないけども、一応理解はしてあげるっていうことは大事だと思いますね。なのでこの、まあ、それぞれの見込み客がどういう信念を持っているのかっていうことが分かってくると、すごく話がしやすくなる。どういうアプローチで話をしていけばいいのかとか、どういう形でセールスしていけばいいのかっていうのが見えてくるようになるんで、相手が何を信じてるのかってのは分かんないと、まあ、全然こう話を聞いてもらえない可能性もあるんですよね。だからまずはこの信念を調べるっていう、ね、のがいいと思います。まあ、そのもちろんレビューとかそういうところにもね出てますよね。あなたはこう言ってますけど私はこう思いますみたいなことを書いてる人がいるとするじゃないですか。そうするとそれがその人の信念なんですよ。だからこういう信念が持ってる人がいるんだなみたいなの分かるじゃないですか。そういうのをどん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 調べていくわけですね。こう、まあ、ブログは稼げるって言ってる人もいれば、ブログは稼げませんって言ってる人もいるじゃないですか。それもやっぱりそれぞれの信念なんですよ。あ、ブログは稼げないと思ってんだ、じゃあなんでその人稼げないと思ってんだろうっていうふうに考えると、その人がまあ理由を言うわけじゃないですか。なぜならこうこうこうだから稼げませんと。あ、じゃあこういうふうに思ってんだっていうところで、その信念を少しずつこうなんていうんですかね、まあ、ずらしてあげるというか、いうふうにやると自分の主張とかそういうものを徐々にこう聞いてもらえるようになる。いきなりそれは間違ってますよってバンって言っちゃうと、もうそこで全てが終わってしまうので、少しずつですね、その話をこう、なんていうんですかね、こっちに持ってくるというか、っていう感じで、やっていくのがいいかなと。そして第三者のまあ客観的な事実とか データとか、そういうものを持ってきて、実はこうなんですよって。で、それがより権威性が強ければ強いほど、相手の信念って変わりやすいですよね。有名な人とか、そういう人がね、こうこうこう言ってましたよって言ったら、もうそれだけで、ああそうなんだっていうふうになるわけじゃないですか。あるいはすごくね、多数派がそういうふうに言ってましたみたいなふうに言うと、ほとんどの人はこういうふうに言ってますよって言ったら、ああそうなのかみたいなふうになっていくわけですよ。だからそういった切り口でアプローチでやっていかないと、自分が直接バンと言ってもむしろ敵を作るだけみたいな感じになっちゃうんで、敵を作ること自体は悪いことじゃないんですけど、いきなりなんかそのね、まあ、アプローチ的に間違えてしまうと、まあ、無駄なこう何て言うんですかね、そういう敵を作ってしまうようなことになるんで、まずは話を聞いてもらうために相手の信念を調べるっていうことで、まあ、リサーチをするといいかなと思います。まあ、普段からこうアンテナを立ててね、この人はどういうことを信じてるんだろうっていうのが見えてくると、まあ、そういうね、どういう形で話をしていけばいいのかっていうのもなんとなく分かってくると思うんで、まあ、ぜひ悩みとか願望とかね、そういうものだけじゃなくて信念もリサーチしてみてほしいと思います。では、今日は以上です。最後まで聞いていただきありがとうございます。